ああ、どうしよう。埋まっちゃったな。ああ、レンジャー使ってみっか、たまには。はい、こんにちは。ゴーストリコンワイルドランズのストをプレイしてきます。で、スカウト使おうと思ったんだけどね、埋まっちゃったんでね、今回スナイパークラスのレンジャーを使っています。で、ダストタウンの、なんだこれ、視界不良って書いてるな。夜でしかも視界不良、かなり視界が悪いようなステージになってますね。で、レンジャーはメイン武器が2つあると。スナイパーライフルかな？マークスマンライフルか、セミオートのね。マークスマンライフルと、あとはサブマシンガンのね、2丁。まあ、結構火力的には高いのかユーダな？イの通信遠量近確両認方完対了。応型のクラス。で、あれ結構連射できるね。つか、普通にフルオートじゃん。MK14 か。ほうほう。あ、なんかあれだな、レインボーシックスの英国つけたアスタルトライフルみたいなね、そんな立ち回りができんのかな。さあ、今度左から駆け寄って、ポイントマンの背後につく。位置お、をマクシいいマムね。に場変所更。が割れてるんで。今回はね、倍率スコープがあるんで、遠距離から撃っていきましょう。ということで、まず敵を視認。いるか？あ、いるな。いや、いないが、気のせいか。ああ、いいね、このスコープを覗く感じ。敵のドローン。ちょっとドキドキしてきますね。メディックのドローン、破壊していく。視界が本当に悪いっすね。さあ、家の中を通ってポジションを変えていく。ここから？あ、いたいたいた。あ、そっちか。あ、いける。はい、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 遠距離狙撃していく。味方がやられてしまった。生き返しに行きたいけど、ちょっと遠いんだよな。リコンタワー周辺固められてると、ちょっと、試合を長引かせるとまずいんで、早めに決着つけたいが。さあ、3対2だ。3対3。向こうにいるんだよな。で、スナイパーが見てくれている。さあ、どうする？見えねえな。ちょっと敵が視認できないんでね、動きづらいんですけど、ちょっとまた位置を変えていきますか。左側からリコンタワーに詰めてった方が早いかもしれないね。さあ、敵の位置が。タワーの稼働を確認。そうなんだよな。スカウトがやられちゃったからね。情報戦には弱いね。もう情報戦はできないね。うちドローンなしなんで。さあ、ポイントマンの後ろから援護していきたいが。いやー、ここ危ねえな。ここ危ねえんだよな、本当に。どうすかな。視界がわかんない。ここ渡るの怖いけど、突っ走って、抜けていく。まあ、リコンタワーのね、奥ら辺に敵が展開していそうな気がするんだよね。まあ、そう考えると、まあ、今この裏を取ったような形になってんのかな。あ、いた。チュがいたし。いた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 。同じく。敵がこちらの情報を探してる。狙える狙える。おい。あ、ちょっとブレたけど、なんとか一人やっやった。た。で、今、こっちにいたやつ。さあ、狙いたい。あ、いた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 。お、いけんじゃね、あれ。おっと、ここでリロードか。撃て撃て撃て。よーし、倒した。はい。敵はあと一あ人。と一人。何とかしましょう。あと一人。お、マークつけてくれている。ちょっと待っトラブて。ルだ。さあ、どうだ。おっと、後ろか。やられてしまった。さあ、2対1。結構これは有利な状況にはなっていると思うぞ。どこ行った？あ、いたね。
さあ、スナイパーライフル。おー、味方ナイス。いいですね。ラウンド1勝利。なんか、MK14 結構使いやすいっすね。なんか本当に、レインボーシックスの英国で敵を狙ってるような感じが。まあ、もう一回じゃあ、レンジャー使ってきますかね。さあ、マークスマンのサポート、あ、サポートなしか。まあ、いいか。さあ、始まったラウンド2。さっきとは逆の布陣で、こっちにはサポートクラスがいない。あ、一応いるか。なんか爆弾投下のクラスなんだっけ、名前忘れたけど。さあ、ポイントマンの後ろを追い越して、さあ、ここ飛び乗って、茂みの中に展開していく。おっと、メリックドローンがいるんで、こっちか。あ、割と近いかな。右奥の方を気にするが、いない。まあ、まだ来ないか。いや、多分正面がな、正面いそうだな。さっきも敵こっち側に展開してたから、おそらく今回も。このまま真っ直ぐ走ってったら鉢合わせしそうなんだよな。となるとマークスマンライフルだと戦いにくいか。ゆっくりと距離を詰めて、敵を見つけに行く。音がな、音が聞こえない。タワーからの信号を受信、もうすぐ稼働する。音が聞こえないんだよな。もうちょっと詰めましょうか。さあ、茂みの盾に TPS の利点を使って敵を確認していくが、一人も見当たらねえな。敵いない、いないぞ。ドローン150。あ、結構やっぱ離れてるか。敵とも結構離れてますね。さあ、リコンタワー、あそこを取られてるとまずいんで、一応見ておくか。この木を縦にしてリコンタワーを見ておく。さあ、リコンタワー使用可能になって敵が来ないかを確認するが、今のところ影は見当たらない。え、これ裏取られてそうで怖いんだよね、このマップ。これ裏取られたらもうイチコロなんだよな。気にした方がいいのかな。アサシンとかに回られたら最悪だね。いない。おっと、結構近い。あ、味方がキルしてくれた。3対3。いや、一人だけじゃないな。ちょっと近そうなんで、生き返しに行く。リコンタワーいない。さあ、徐々に距離を詰めて。ちょっと、サブマシンガンの方がいいな。いるか？なんかカサカサ言ったんだけど、気のせい？あ、そこ？ちょっと待って、何それ？どういう状況？おらー、お、なんとか倒した。何それ？隣にいるんじゃん。隣にいるのに気づかねえっていうね。で、あー、向こう岸の方に、あいつがいるね。同じタイプ。はい、同じタイプ。当たらない。残り2体。いや、アサシンかな。さあ、上を取ったところで。
さあ、どこにいる？あ、いや、見えないな。お、そっち側？あ、いた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 。あれか。さあ、とどめだけを持っていく。おいしいとこ取り。残り1体。まあ、リコンタワーはね、起動しに行きますかね。結構余裕があるんで。さあ、リコンタワーを起動して。パンチ？パンチどこそれ。後ろ？いや、アサシンか？したら。どこどこどこ。上の方でしょ、どうせ。どうせ上でしょ。まあ、あそこでパンチしたんだから、あそこにしかいないよな。あー、いた、アサシンだよ。偉いね。おー、なかなかしてるよ。まあ、つかもう味方に任せようかな、あれは。お任せするんで、好きにやっちゃってください。俺はここから見てっかな、もう。まあ、リコンタワーの前にでも、いますか。お、グレネード投げて。あ、戦ってる、戦ってる。お、倒した、倒した。はい、ということで、味方ナイスということで、まあ、今回はまあ、何もしてないね。味方のおかげで勝てました、っていう感じです。レンジャーも、まあまあ、なかなか、倍率スコープが使いやすいんでね、フロートもできるし、いいんじゃないでしょうか。ということでね、続きやっていきます。